本日 V15 エキストラ、はい、おー攻めますね大ヒットラバーなのかな、これは。まあいろんな選手が使っておなじみなんですけども、総じてみんなパワーがある、うん、さあって中級者が使ったらどうなるかなと言ってみましょう。あれ、うん、あれ、うん、結構来るね。いいぞこれいや僕結構何回かチャレンジしてるんですよ V15。 難しいなと思って、一つは飛びすぎる、うん、それもまっすぐ、そう、けど久々に打つとそんなことないな音すごいね。なんで？結構こっちの台についてから伸びる。こんな良かったっけな。インパクトがやっぱこうダメだとポコポコ落としますねフォアで振ってた時はいい音してたけど、ポコンポコンって、おい食うな。そうそうだそうだ、僕がやめた一つにブロックが難しいってなったんですよ。飛んじゃう、硬いから。まあこれ丹羽くんもそう言ってたんですけど、ブロック難しいですね、うん、振ってかなくちゃいかんと、まあ、吸収するラバーじゃないから自分から掛け返してコントロールしなくちゃいけないって、そんな丹羽くんにアドバイスをもらって僕はどうするつもりなんだちょっと確かにそうなると、まあ、そうなるとやっぱ使い手のレベルが、そうそうそう、求められるレベルがどうしても上がっちゃうのね。あとね、僕お、ループもいいのかな、うん、今ちょっと当てすぎました。そんなこともない、うん、みんな言うのが下回転打ちがさほどっていう感じなんですよ、うん、しっかりその2球目の質と比べると、うん、下回転打った時の回転量がちょっと落ちる、落ちますよね。下回転はけどこうやって打ってる、もうループはするなってループはするなって言われました。これこのラバーを使うんだったら下回転はこう前に打ち、ああなるほど、そう前に振り抜いて、もう決めに行けと、もう野田学園だもんああ、まあでもそうやって前に振った方が確かにいいボールは生きるラバーね。でも、まあ、いいボールが出る、あのつなぎの質を求めたラバーじゃないんですよ、こういうの。確かに確かに、だからこうパチッて振った後に次のもう一球、やっぱ使ってる人ってバチバチ打つ人多いじゃないですか。例えば田添響き、おお、吉村和弘身体能力が高いそう、身体能力が高いじゃあ中級選手がこれをどうやろう、どう使うか。あ、まあでもそういった時にその辺のことが一つヒントにはなる。そうそうそう、このラバー使ってこうちょろちょろとこうラリータイプが、ラリータイプがこうよいしょよいしょって使うラバーではないと。ちょっと硬いし、まっすぐ飛ぶし、下回転に対しては
こうつなげるんじゃなくてパチンと振っていくと、今のも落ちると思ったらオーバーするじゃないですか、こうしっかり、うわっ、てかオーバーするんですよね、すごいな、ってことはもっと下回転かかっててもいいってことです、うわっ、うわっ、かっ、下回転をこう前に振って下回転いけるんですよ、質高く試合でできるかって言われるとできませんよ、それそんなもんじゃあどうしてるんですか、だからレベルは上なんですよ、これを使う人はそういうレベルの人が、あ、これいいじゃんって、俺この打点で下回転打てるのっていう風な、なるほど、要望に応えてくれる、僕ら打とうと思わないじゃないですか、これをちょりますね、ちょるちょる、そうちょりっていくじゃないですか、安全に怖いし、けどそこを攻めたい、1点欲しいっていう選手、そうしないと勝てないようなレベルの選手にいいですね、あと最初打ったけど上回転のラリーは相当、いや相当相当質高いじゃないですか、相当熱い下がった時にすげえ、音だけでちょっと押されてない、上回転ラリー強いし、うん、下回転は一発で持っていけるし、うん、まあ、とりあえず攻め攻めなんですよ、うん、攻め攻めでできる人、そこをバチーンって持っていけるタイプ、うん、持っていこうという思考のタイプじゃないと難しいというか、活かせないです、このラバーを、うん、そういう人にこそ、わ、これすごいっていう風、だから、中上級までまで、うん、大学生にやっぱ多いんですよね、V15 は、あとインターハイ出てる選手とかも、うん、結構見るんですよ、やっぱそのクラスってそういうボール打っていかないと勝てないし、うんうん、ベンチから来てても攻めろ攻めろって、うん、そこで1本つないで1点もらうんじゃなくて取りに行けという指示が出るんじゃないですか、耳が痛いです、 そこを行ける武器を持っとかなくちゃいけない選手たちにぜひぜひ使ってもらいたいラバーです、まあ、じゃあそういう意味ではちょっとまあ、ね、なかなか変えるの難しいけど、やっぱちょっと一皮向けたい、壁を破りたいっていう人が選んでいいですか、そんなビクタスの人みたいなこと言いますねそう、それはそうっすよ、やっぱり自分 で, 今までだから意識がつくんじゃないですか、あの、あ、この打点で自分はこのラバーだから行くんだっていうような意識があれば、うん、そこを打てるんだっていう風にちょっと変えることによって狙えるボールが増える、うんうん、狙う打点が速くなる、ボールの質も上がる、そう、ね、そういうと、そういう意識を若いうちにつけとけば、うん、もうね、マスターズ世代になっちゃうとなかなかもう難しいんでまあね、あとはど、まあ、シェイクでもフォアだけこっちで攻撃的にいて、うん、バックはちょっと安定のっていう風な、そういう極端なこう変化のつけ方もいいかもしれないですね、うん、バックに来たらきついボールだったらこっちでこう安定するんで、いけそうだったらドーンといくようなっていう、そういう選び方もありだと思います。いやー、しかしポテンシャル、久々ですとポテンシャル高いですね、まあ、なんかまたラケットがそんなに癖ないし、ちょっと扱いやすくなってるのかもしれないけど、ああ、確かにこれをカーボンに合わせたらもっとボーンって、まあ、本当にあのベーシック、今5枚5番に合わせても相当オーバーが多かったんで、うん、弾みますね、